オーディブルとは、プロフェッショナルのナレーターによる朗読で、オーディオエンターテインメント、情報、教育関連のコンテンツを制作、配信している、オーディブルインクの通称であり、またそのサービスを言う。本社は、アメリカ合衆国ニュージャージン州ニューアークにあり、自社の制作スタジオを持つ。現在、世界7カ国に拠点を持ち、日本は、 アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、オーストラリアに続いて2015年7月にサービスを開始。他国に先駆けて月額1500円で全タイトル聞き放題の定額制サービスを提供している。ここでは主に日本のオーディブルについて述べる。日本での拠点はアマゾンジャパン合同会社オーディブル事業部。オーディオエンターテインメントコンテンツを制作、配信。 アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、オーストラリア、イタリアにて事業を展開しており、日本は6カ国目となる。様々なコンテンツホルダーと協業し、コンテンツの企画から最適な朗読者の選定、演出、収録、編集等の制作、そして配信とオーディオエンターテインメントに関わる一連のサービスを提供。スマートフォンタブレットに専用アプリをインストールすることにより、 小説からビジネス書、語学に落語やライトノベルまで幅広いジャンルのタイトルをいつでもどこでも手軽に聞ける新しい読書スタイルを提案している。2008年より Amazon.com 参加。audible.co.jp のウェブサイト上で会員登録して無料の専用アプリをスマートフォンやタブレットにインストールすれば 数千のタイトルを月額千五百円で無制限に聞くことができる。最初の1ヶ月間は無料体験が用意されているが、1ヶ月を過ぎると自動的に正会員となり、登録したクレジットカードに課金される。大会は自由。世界で21万5千以上のタイトルが配信されており、日本でも今後増える予定。日本においても日本語の書籍だけでなく、 要書や英字新聞等、様々な言語の書籍に対応している。また、カスタマーサービスでは、オーディブル版の本のリクエストも受け付けている。2016年6月現在、アンドロイド、iPad、iPhone のみ対応。ありがとうございます。